アメリカ軍の訓練移転などが計画されている西之表市の馬毛島をめぐる動きです。今日、西之表市と防衛省の協議が開かれ、防衛省は西之表市が所有する島の小中学校跡地などを買い取る意向を初めて示しました。今回で9回目となる協議には西之表市の八重田俊介市長も出席しました。会議は冒頭のみ公開され、防衛省は島内で西之表市が所有している小中学校跡地などについて買い取る意向を示したということです。金額については示されておらず、島に残された指導については防衛省から廃止に向けた提案があったということです。防衛省の意向と現状とですね、いろいろ考えて、やらなければいけない。八重田市長は公約を守れ、公約を守れ。一方、こちらは昨日行われた訓練移転に反対する市民グループのデモ行進。市民は西之表市街地で八重田市長に公約を守るよう訴えました。計画への賛否の明言を避けている八重田市長は、先週金曜日に開会した市議会でも現時点で同意不同意が言える状況ではないとしました。市民団体は集会で八重田市長の反対表明を求めることなどを採択しました。不同意を言わなければ防衛省は同意したものとして、着々とですね、仕事をし進めていくということが考えられるので、9月議会で明らかにした方がいいんじゃないのということを言っていく。はい、ではここで馬毛島の基地計画をめぐる今後の動きについてまとめました。こちらご覧ください。お伝えしたように八重田市長はこちら、今月2日の市議会で同意不同意が言える状況ではないとして賛否の明言を避けたわけなんですが、ではどのタイミングで表明するのかと問われますと、こちら環境アセスメントの評価書が出るタイミングが節目としています。ではその環境アセスメントなんですけれども、環境アセスメントはこの来月17日までに知事の意見が防衛省に出されまして、その評価書につきましては年度内にまとめられると見られています。つまり八重田市長はこのタイミングで賛否を言う可能性があるわけなんですが、防衛省はこちら基地の工事にも年度内に着手する意向を示しているんですね。つまり工事が差し迫る時期まで賛否を表明しない可能性もあるわけなんですが、地元市長として果たしてその対応は適切なのか、市民や国の動きも含め今後の動向に注目です。